空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。ここで仕掛ける。ここは任せろ。そういうわけにはそこだ。届くのにかける。仕留める。悪くない。あれはロボットアーム、かわいいよね。うそ、はしご引き上げられてる。私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしご下ろすね。
ててね。はしご下ろすね。お待たせしました。やったね。ああ、あれ、うん、よし、この調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった？いや、沈め！飛んでけ！沈め！くらっ！いや、くらっ！くどけ！くらっ！くわっ！いや、攻めるぞ！あっ！くらっ！待って！くっ！投げだ。悪いな。ここも通れたはずなのに。出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。ここで仕掛ける。隙をつく。アームであのコンテナつかめない？もしかしてアーム担当だった？はい。え？
見て、どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。クラウド、いいよ。こっちこっち。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい見ろよ、泥棒がいるぞ。人の店を荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償！弁償！弁償ってなんだ！バーカ！お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。の、弁償ってのはそのあれだ。あれ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ。信じらんねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、
身ぐるみってのはな、その、あれだよ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。投げだ。沈め。一気に叩き込む。届け。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだ？お前ら！どうだ？こいつが水溜めしだ！また、はしごが上に。私、下行くね。クラウド、アームの操作お願い。
あ、どう？
うまくいったね。ああ、だな。うん。あ、うん。ん？クラウド、今…急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く昔、ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。
七番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？いや。もしかして寂しくなった？クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちは暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助け。その子がタイプなんだって。だから。兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？
特徴？店を切り盛りしている。クラウド、それ今関係ない。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。新人、この2は検品しなくていいからな。え、ドン・コルネオ宛ての2ですけど。だからだ、言わせんな。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？契約は日ごと、場所代を払えないわ。よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。いらない。今ちょっと悩んだ。ご利用の際はお声掛けください。まさにここだろう。帰りの列車いつ動くのかな。元武器屋のおっさんは変わり者だが、俺は嫌いじゃない。60式戦車に13号ロケット、神羅製作所製の新品だ。いい趣味してるよ。ここのゴム、どうにかならないのかしらね。これって全部ほら、神羅の輸送艇ゲルニカ、あれ欲しいな。あれはなんて言うんでしたっけ。60式戦車に13号。ここは幸福を諦める幸せ。いい店紹介するよ。クラウドさん、研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。
いい店紹介するよ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
の花ね。しかし、これがこんなにうまいとは見かけじゃわからない。お値段もなかなか。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。頼む。クラウドさん、
おめでとうございます。星の H が生んだ茶目っ気はスケールも違いますね。愉快な相棒デブチョコボと共に力を合わせて軽やかにシンラを倒してください。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。トロットロにとろけるハチミツなんだぜ。話が違うぞ。マジハマるまいからマジよろしく。ここは俺の特等席だ。喧嘩孤独を味わうのが好きなんだ。訴える。無視すんなよ。マジ一回食ってみます。いらっしゃい。薬屋だがアイテムも扱ってるよ。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しがトロッとろろ。この家では大事に素敵なお花ね。あ、館のあの子にまたキュウリを積み込んじまった。もちもちですよ。ここはな、これでも店なんだ。さあ、もう一回。最近店の方はどうだい。ああ、入るべきか入らざるべきか。俺ってこんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるかこの感じ。おほ、同類かよ。もしかして楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか。でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーってよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人何。気にするな、知らなくてもいい。出勤の客も多い。よく見張っておかないと。あと一杯。どうなってんだこの町は。この店こそ。知っとるか。そこの細い路地を抜けていくと。お前、未だに三ツ橋んとかに通ってるのか。会社にバレない秘密のルートよ。ガラクタと酔っ払いが転がる獣道だがな。いいのか兄貴これ。頼む、あいつを、あいつを譲ってくれ。やめて、人を呼ぶわよ。ダメだ、この匂いだけで。うっ、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 うっ
召喚マテリアイスと召喚銃関係アレクサンダーを持ってるだろう。譲ってくれ。この店こそ知る人ぞ知る。俺は大馬鹿だ。この花にいい店紹介するよって。チョコボ豆のポップコーン。チョコボの形をした可愛いお菓子。それも社会勉強ってやつさ。できてるな。はい、もう二度と来ないよ。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。君との空気。もっといける。あなたなら私強いわよ。娘たちよ、すまんの。はい、喜んで。食べ始めたら止まらない。美味しさが加速するチョコボ豆だよ。どうだい、だいぶ仕上がってきただろう。ここまで来るには涙も流す。伝説のトレーニングチーム競技場が開くとバトルマニアの違い。宿屋の脇の空き地にいる診断の人を入れるのか。とにかく仲が悪いんだ。何でも必要なせい。スタンレーも全種類一個中体分揃えたい。ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。あれ見て、コルネオ。あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。
女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ？今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。裏だ。残念、表だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん、やっぱりな。裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。
待ち合わせ場所はこのはずだけど。おお、手のひらから全身に力が流れ込む。開いてないみたいだね。ポカポカスレスレで自分の体じゃないみたいだ。看板見ただろう、マテリア屋だ。毎度。俺が話してくる。でもエアリスはここで待て。すごかった。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。いらっしゃいませ。どうも。ボールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガールまたはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。俺の花束、マイハニーに届いたかな？ええ、初めて SS 席が取れたものですから。半年分の…あなたは、ハニーガール。あんたは、リーフハウスの…ちょっと、なんでも屋さん。この街で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている？実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。子供たちには内緒にしてくださいね。出禁の客も多い、よく見張っておかないと。風で少し冷ましましょう。ここで待っていれば、あの子が出てくるはず。同じディスクを買ってきちゃった。
お客さん、よかったらこれあげます。ここはな、これでも店なの。まあ、マコールだ。本当にママ一筋だね。ぼったくりじゃねえか。言いがかりつけるくないよ。貧乏にはちょっと答えな。くそ、もうマムなしでは生きていけないよ。ちくしょう、足元見やがって。ここだよね。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。ちょっと黙りな、勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみ屋、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかな手。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さあ、どのコースにするんだい？じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド？リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃあ指先からいくよ。ほーら、力抜いて悪いようにはしないからさ。あら、痛かったか？次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだ、声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだ？それともここかい？ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。
どうだった？ん？大丈夫？ああ。クラウド、変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？動きやすそうでいいと思う。それ褒めてるの？あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るか？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな？この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれない。コルネオ杯、ガンダムは右手、出場する選手は左手にお進みください。ゆっくりとお進みください。嘘でしょ？嘘でしょ？カンパニー直属のあいつらが出るわけないだろう。今からエントリーが？たっギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。ちょっと押さないで。ん？ここは観覧車受付だよ。ねえ、まだなの？楽しみよね。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな？クラウド、緊張してる？いや。だって、口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ！急げ！
眠らない都市ミッドガン、中でもひときわ輝くきら星ウォールマーケット、あなたの欲望を受け入れ叶える街ウォールマーケット、あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください、今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル、ルールはたった一つ、相手を叩きのめす、完封の日までにぶちのめす、勇者の騎兵道博士、舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました、異種格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。あんたたちか。どうしたのその顔。少しばかり金が必要になってよ、前座試合に出てみたらこの有様さ、あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウドエアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。コルネオからの差し入れさ、何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。よかったらあんたたちにやるよ。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。さて次はなんとカップルでの出場だ。なんたる場違い、しかも初参戦、行きつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ、入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃんしっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い、今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き、滴る赤こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの。はぁ、素人か。人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様瞬き厳禁でお願いします。
それでは1回戦第4試合レディーファイここで仕掛ける突き崩すフェイク沈めやったこの結果を誰が予想したでしょうまさに大胆展開し勝利したのはなんとクラウド&エアリスチーム選手は控え室へお戻りくださいまずは1回戦突破だねどうかしたルールが曖昧すぎるああ、次はちゃんとしてるといいんだけどいや、期待するな用心していくぞお前たちはまだだアナウンスがあるからおとなしくしてろあ次の試合までしっかり休んでおくんだなクラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。運よく勝ち上がったな。ただ、次はそうはいかないぜ。準備はいいか？ま、無理はしないことだな。続きましては、準決勝第2試合です。まずは、初戦をあれをあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ！クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客盗んだものは数知れずアウトローの街から弾かれたアウトロー皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください極悪卑劣ベグ盗賊団の入場ですお前らこいつはいいここで会ったが100年目恨み腹させて恨み100年100年も経ったかうるせえ嫌がるえ何おっとこれはどういうことだどうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですねえずるいここはルール無用の闘技場コルネオがいいって言ったらいいオッケーが出てしまいましたわあ、めちゃくちゃダゼに無勢ここに極まる大乱闘が予想されます皆様見失わぬよう決して目を離さないでくださいそれでは準決勝第2試合レディーファイトこけ逃げんか
ビビリアだな、信じられません。たった二人で敵を次々と投げ倒し、勝利を手に入れたのは、なんとクラウド&エアリスチーム。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。ふん。次決勝だね。ああ、浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。なかなかやるな。恐れ入ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりを皆で大いに盛り上げようではありませんか。おう、まずは小柄ながら並み居る強豪を華麗になぎ倒し、大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。
オルネオ愛の頂点に立ったのはなんとクラウド&エアリスチーム。ご愁傷様。ふん。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。あんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。出ましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリス。クラウド、こっち見て、かっこいい、かわいい。俺たちクラウド、エアリスで結婚してくれ。対しますは、地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる！我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です！
だよね。ただの家じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、ママたちは現金でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイト。さあ、ついに始まりました、コルネオハイスペシャルマッチ。あまたの強敵を退けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を誇りし悪魔の家。一体勝つのはどっちなの。ハーディハーヘルハウス、動きが完全に止まったか。集中していく、全くに押し入る勢いで決めたてるクラウド&エアリスティア。待て、案外やっけなかったね。いや、これからだ。
るか。さあ、頑張ろう。届け。あぶり出す。かかってこい。苛烈な攻撃も何のだろう。鉄壁の守りが再びカップルを追い詰める。いたいた、
探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントはまれだけど、いつでも何かしらはやってるからよ。泥もぶっ飛ぶこの威力、家内安全間違いなし。数量限定だからお早めに。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさエアリスにはとびっきりのドレスを用意するから楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたは女連れじゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ、そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド後でね。覗くんじゃないよ